はいどうも皆さん、四季島と申します。というわけで今回使っていくのはこちら、末次軍の MP41R の方を使っていきたいと思います。うーす、はい、末次軍イベント報酬武器の BR3 のサブマシンガンとなっております。うん、そして今現在なんですけども、小さいイベントやってまして、でまあ拳銃、綺麗なね、本当に綺麗な拳銃1丁と引き換えできる交換チケットと、そしてとうとう復刻しましたね、 MP41R が登場しております。うん、まあこの MP41R ね、まあ1丁だけの交換なんですけども、まあ非常に強力なサブマシンガンなんでね、まあ頑張って取れる方はまあぜひ頑張ってみてください。うん、まあ本当にね、非常に強力なサブマシンガンなんですけども、まずその基本的な性能なんですけども、まずダメージがねそこそこいいです。そう、ダメージがそこそこ良くて、でなんと発射レートが1240という多分このゲーム最速の発射レートを持つサブマシンガンとなっています。うん、多分最速だと思いますね。そうで、それでいてなんと反動がクソ小さいんですよ。おおね、そういうサブマシンガンですね。で32発弾倉ということで、非常に強力なサブマシンガンとなっています。はいはい、というわけでいつものごとく演習場の方に来ましたので、反動の方を見てもらいます。で今回の兵士はパークはつけてません。というわけでこんな感じです。はい、反動ちっちゃい、はい反動ちっちゃい、もうこれですよこれ。でしかも結構縦方向なんですよね。まあ、強いて言うなら、ちょっとね、横方向に出るジグザグ気味かなっていう、ね、ジグザグ気味な反動かなとは思うんですけれども、まあ、それでもね、こんな感じでも、うん、まあ、止まりますねっていう、はい。そういう反動の小ささですね。うん。で、なんといっても、やっぱりこの、発射レートですよ。早いですよね。そう。まあ、この発射レートもありますので、もうこんな感じでも、近距離でも全然強いと思いますし、あとはもう中距離帯ですか、ね、これくらいの距離の相手でもね、うん、もうこの低反動を生かせばね全然戦えるかなっていうのはありますよね。ある程度外したとしてもこの発射レートがありますからね、もう弾数のゴリ押しで結構なんとかなっちゃうかなっていうね、はい。まあ強いですよねこれね。ただまあそうですね、まあちょっと、ね、気になる方は気になるかなと思うんですけれども、やっぱりこの発射レートの速さなんでリロードの方をねちょくちょく挟んじゃうんですよ。とリロードを挟みがち、まあそんな感じのサブマシンガンですからね、まあそのあたりがね少し嫌だなって思う人もいるかもしれませんね。とは言ってもやっぱりこの発射レートはすごく魅力的ですよね。すごくいいと思います。はい、というわけで今回はそんな感じの MP41R の方を使っていきたいと思います。はい、OK、よし、じゃあやっていくわけなんですけども、で今回ねベルリンのマップなんで結構輝いちゃうんじゃないのっていうところで期待しつつやっていくわけなんですがね。まあ MP41R ね BR が3なんですよね。そう、まあ多分ねソ連のシパーギンのねカウンターという立ち位置にしようかなっていう話なのかもしれませんけれども、ちょっと待って、1人抜けたろ、あーやだな、多分ビーコン壊されたよね。だよね、ちょっとあいつを追っかけないとえらいことになりますね。まあ、というわけでね、まあ多分シパーギンのねカウンターとして実装されたであろうこの MP41R なんですけども、まあ、やっぱり強いですよね。そう、 BR3 としてはね非常に優秀だと思います、ね、ZK383 とかもね好きなんですけどね。ちょっと待って、さっきから暴れてねえか、ちょっと待てどこだ、あれだ、はい、ようやくやった散々暴れさせちゃったな。まあいい、しょうがない。じゃあちょっと前線の方に出ますけどね、まあ ZK383 とか MP35 と比べるとやっぱりね、頭一個抜けて強いかなって思いますよね MP41R ね。なので取れる方はねぜひともね頑張って取っていただきたいというところがありますね。クシネイ、いいですよいいですよ、ガークソやりきれないな。あともう 0.1 秒くらい引き金は長く、はい強い、はい強いですよいいですよ、ガーダメか、いましたね、いいんじゃないの。これはちょっと裏を取れてしまったので、どうも MP41R です、ガーッと MP な、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってみようか、
あいつよ、あいつよ、今これですよ。もう強いですね。やっぱり近距離は本当に強いです。MP41R ね。なんかもう、暴力的ですね。はい。音は、あ、来て、やっぱり、いいですよ。やっぱり来てるよね。ザーン本当に、リロードタイミング、ちょっと狂っちゃうな。この速さがね、速いからね。よし、いいですよ。リロードタイミングがちょっと間違うんだよな。まだいいんじゃない。はい、強い、はい、強い。やっぱ強いな。やっぱりこのく、あぶね、あぶね。よし、なんとかあった。あの状況でも引き分けに持っていけるからな。とちょっと待ってみようか、ちょっと待ってみようか。はい、 MP40 も強い。ちょっと待て、かなり来てんな。ちょっと、あ、もう MP40 が強いということが分かってしまう。あー、違った。日本全国津々浦々のエンリステッドファンディ MP40 が強いということがバレてしまう。くそ、もうちょい。はい、 MP40 が強いということがバレました。はい、 MP40 が強いということがバレましたよ。はい、 OK、 よし、なんとかなったんじゃないの。銃声が近いということで、ちょそこか。まだいるよね。いると思うな。オッケー。ちょっとそこはね、冷たいところではあるんですけれども、お味方だいぶ入ってるからな。ちょっと私の方で詰めますか。なんか変なところからちょっと流れ玉飛んでくるのが怖いんですけど、ちょっとこの辺りいてもろって。まだいるような。クソ、やばい。本場シパーギンだ。本場のシパーギン持ってやがる。チー、オッケー。おっと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 、まだいるか。まだいますね。ちょっと奥から来てるからな。ちょっと気になるっちゃ気になるんだ。よし、まあどうだ、詰めんの怖いな。ちょっとね、 MP41R 回収したいんですが、あれないの、あれねえの、あれか。いや違う、言い切ってる。まだ生きてたまだ生きてた。死んだと思った。いるな。ガエイ、はい強い、はい、 MP41R 強い。ちょっと最後にとどめぽいです。さて、どうかな。もういないか。オッケー。ちょっと入っても大丈夫系、大丈夫系男子、大丈夫系男子でしたね。オッケー、よし。あ、いや、前来てますね。というか、ちょっと押し返させてもらって。オッケー。ていうかさ、なんかすげえ大胆な時にシュトゥンメルねえか。ちょっとシュトゥンメルがなんか大胆な時に突っ込んでんだよな。あああんなところ湧いた瞬間に絶対やられちゃうじゃん。くさー、しかし大胆だ。あの大胆さは嫌いじゃないんだよな。ちょっと、というか、あの大胆なシュトゥンメルさんをちょっと援護したいが。さてさてさて、いるな。オッケー、よし。というわけで、じゃあね、いつでもこのシュトゥンメルさんから湧いてきても大丈夫ですよ。というわけで、ちょっとね、ナイスです。いいですよ、いいですよ。オッケー。か、それやりきれんか。それやりきれんか。マジか。よし、まだな。ちょっとやっぱりリロードタイミングちょっとやっぱり狂っちゃうな。久々に使ったからね。これもう一試合ちょっとやっていきますか。はい、 OK、 よし。ということで、ガッ、取れた。くそ、しかない。まあ今回ね、ちょっとねモスクワキャンペーンね引いちゃったんですけども、まあモスクワキャンペーンだとね、さすがにちょっと刺さらんかなっていうところはあるよね。こういうところはね、やっぱり MP40 とかの方が安定するよね。ちょ、それ敵か。ちょ待て、ガーッやっぱりこの辺りはな、いいですよ。この辺りやっぱり MP40 の方がいいかな。あっちの方がやっぱり安定して撃てるからね。ちょっと待ってみようか。お、解除してくれる系。よし、いいですよ。じゃあちょっと中に入っちゃう系男子、よろしくお願いします。大丈夫かな。ちょっとな、前線押したいんですが、戦車の気配がするのがちょっと怖いんで、中にちょっと引っ込みまして、この辺りでちょっと壁やりますかね。オッケー。やっぱり MP41R はな、これくらいの距離がなんか最強なんだよな。ちゃんとね、適度な距離を取った方がね、やっぱり安定はしますよね。ちょっと遠いけれども、なんとかなってしまう。 MP41R、 よろしくお願いします。なんか来たぞ。ちょっと待ってみようか。ちょっと待てよ。何？ハーフトラック、珍しい。ちょっと
ソ連のハーフトラックはちょっと珍しく、何まで来てる。ちょっと珍しいですよ。 OK、 ハーフトラックをこのままにしておくわけにもいかんので、とりあえずファイアー。 OK、 いいですよ。ここまで突っ込んでくると大胆なやつ嫌いじゃないな。 OK、 おっと来てますね。当たるか。クリック。ガッ、ちょっとリロード急いでもらって。多分何発か当たったと思うんですけどね、まあさすがに9ミリ拳銃弾じゃなっていうところはあるかな。 OK、 どっか、あ、そっちか、横取られてたか。ちょっと急いでもらって、来てるよな、これ絶対さっきのハリケーンだろ。来てる、えい、さあどうだ、煙を吹かせたのでは。さすが MG34 である。これ帰ってくるな、勝負しようぜ、ハリケーン。 MG34 と勝負しようぜ。今です、グレーッ、おっとおっと、早くケープ。よし、さすが MG34 でやりますの。何か、また詰めてきたの、また詰めてきたのか、さっきのハーフトラック。ちょっと待ってみようか、ちょっとそのハーフトラックなんとかしてんだけど、あっちか、ちょっとあのハーフトラックなんとかしないとダメですね。多分こっちにまだ気づいてないよね。いや、AI に気づかれてんな。でめちゃくちゃ湧いてきてんな。ちょっとやっぱり湧いてるよな。ちょっと早くやんないとな。ちょっとお味方がえらいことになる。というわけでちょっとね、あのハーフトラックさんはなんとかさせてもらわんとダメでございますな。 AI がまだ生きてんだよな。届くか、届け、この重いジャーマンポテトアタック。はい、 OK、 やりました。さすがジャーマンポテトアタックである。やりました。とは言ってもな、さっきなハーフトラックからだいぶね湧いちゃったんで大丈夫か。 OK、 よし、いや、いるよね、さすがにいるよね。これだけ、あ、まずい、まずい。 OK、 よし、お味方戦車を守りましたよ。よしよしよし、ちょっとね戦車マークしたいんですが、あれ、いらっしゃらない。 OK、 いいですよ。いらっしゃらないんだったら、いらっしゃらないで迎撃するだけなんですが、この距離から当たってねダウン取れるって、やっぱり発射レートは大正義ですね。はい、勝ちました。とけ、今回は MP41R の方を使いました。まあやっぱりね、この発射レートは本当に強いと思いますね。低反動で高連射ね、でそれでいてダメージもね低くないというところは本当に頼もしいと思いますね。ただやっぱりね、発射レートも速いと同様にやっぱりリロード感覚も速いからね、リロード、またすぐリロードみたいな形になっちゃうからね、そのあたりがちょっとネックかなとは思いますね。まあ、とは言ってもね、やっぱりこの発射レートは優秀だと思いますし、あとやっぱりね、数軸のサブマシンガンとしては本当に、ね、かなり変わった性能ですからね、ここまで発射レートが速いっていうのは、なのでその点でね、もう唯一無二のものだと思いますから、まあ、コレクション性も高いと思いますからね、まあ、ぜひ興味がある方は頑張って取ってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは、月島でした。